はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。美野健二です。さあ、本日の動画は、去年あたりからね、軽量マウス、特にハニカム構造の軽量マウスがトレンドなので、そのマウスを購入するときに気をつけるところ、まあ、ここういうところ気をつけた方がいいよっていうところと、まあ、これ、今並べてる6つのマウスの特徴とか、そういうものをちょっとね、述べていきたいかなと思います。で、これずらっと並べてるやつ、左から、こっちがグロリアスのモデル D、モデル O、で、グロリアスのモデル O そっくりなアジャズっていうメーカーの AJ390 ってやつですね。で、これがエクストリファイの M4。で、これが一番新しいシャークーンのライト2200だったかな。で、これがクーラーマスターの MM710 ですね。まあ、それぞれ特徴で、これが左右対称マウス。この3つが左右対称ですね。で、この3つがエルゴノミクスマウス。まあ、いわゆる人間工学っていうものに基づいて作られた形状になってます。で、この中の最軽量はこいつですね。これ確か 53g だったかな。これがめちゃめちゃ軽いやつ。サイズ的にも一番ちっちゃいんですけれども、このクーラーマスターの MM710。構造というか、設計がね、よく考えられていて、このケツの部分がちょっと高いんですよね。で、この頭の部分はかなり低い構造になってて、で、意外と幅があるんですよね。サイズは小さいんですけども、幅があることで、それをカバーするというか、まあ、こういうものって、ゲーミングマウス、まあ、やっぱり男の人が使うことが多いんで、ただ、サイズをコンパクトにして軽量化したいっていうことなんですけれども、この辺考慮してデザインされてますね、これは。軽いんですけれども、サイズ感は小さすぎないというか、こんな感じになってます。まあ、小さいんですけれども、サイズ的にはね。マウスのサイズとしては。でも、それをあまり感じさせないデザイン性というか、これよく考えられてますね。で、この軽量マウス選ぶ上で、気をつけるところ、考慮した方がいいよっていうのが、このサイドまで肉抜きされてるかどうかですね。サイドまで肉抜きされてることの弊害として、握った時の違和感、この親指と薬指に直接触れる部分にどうしても違和感が出てきてしまうんですよね。これは、まあ個人差はあると思うんですけれども、絶対に穴が開いてない方が違和感はないはずです。これがなぜ違和感があるかないかっていうと、人間のこの指先の神経ってかなり敏感なんですよね。この手のひらのよりも、指先に行く方が神経っていうのは敏感になっていくんで、まあそれが故に穴が開いてると違和感があると。その辺も考慮した方がいいですね。程度の差はあれ、まあ個人差はあるけども、違和感は感じるはずなんですよね。穴が開いてないよりも。で、ちなみに穴開きタイプ、横が穴肉抜きされてないのが、このグロリアスのモデル O、モデル D、AJ390。で、こちらの MM710。MM710 に関しては、こちらの肉抜きはされてるんですけれども、直接指に触れる部分、この部分は肉抜きされてなくて、握った時の指先の違和感がないようにっていうのを考慮されたデザインになってますね。これ本当よく考えられてます。で、あとはそうですね。エクストリファイ M4 に関しては、ハードウェアカスタマイズ、ソフトウェアがないモデルになってます。まあ、エクストリファイ M4 の売りはそれなんだけど、個人的にはそれはちょっと欠点かなと思ってるんで、ボタンの再配置とかもできないし、ここが DPI の切り替えじゃないんですよね。これ実は LED の調整ですね。LED の光り方とか、種類とか、右クリックと同時押しで種類を変えたりとか、そういうものになってるんですよね。DPI の切り替えはこの裏のところのボタンでやります。で、ポーリングレートの切り替えがこのスイッチのところですね。この辺、特にエクストリファイ M4 に関しては、
気をつけた方がいいかなって思いますね。値段的にもこの中だと一番高い。一番最安値がこっちですね。5000ちょっとで買えますね。これ Amazon 限定のやつなんですけれども。これが一番最安値です。これの LED、RGB の搭載のやつもあるんですけれども、それ国内販売してないんですよね。確かアメリカの Amazon とかその辺で買えるはず。それなので、まあ、これはコストを抑えてるって感じですね。LED ライティング付きのやつはもうちょっと高かったと思います。じゃあ8000円ぐらいしたかな、確か。まあこんな感じですよね、気をつけるところ。まああとはそうですね。軽いがゆえの弊害。まあこの特にカニカム構造がゆえの弊害として、中にホコリが入っちゃうっていうのがありますよね。で、そのために対処したのが、このシャークーンっていうやつ。シャークーンのメーカー。シャークーンはこれドイツのメーカーですね。で、ここのカバーを取り外せるようになってます。で、このカバーはもう一つの種類が穴開きタイプのやつじゃないやつがありますね。まあ、これ使いたいならこれ使えばいいし、穴開きタイプじゃないなら穴開きタイプじゃないものをつければいいと思います。で、こういうふうに外して中の掃除がしやすいようになってますね。これは。で、あとちなみに、この PPI のスイッチャーのところのボタン、これも外して別なのにすることができるんですよね。これ実は。色違いのやつは、なんかこの高さとか、そういうもの、形状がね、違うようになってますね。ちょっとこのシャークーンのマウスは面白い。ただ、横のホップ部分は穴開きされてるんで、まあこの辺はちょっともうちょっと考慮してほしかったなっていうのはありますね。まああとはそうですね。まあ自分が最初に一番こういうタイプのまま買ったのがグロリアスのモデル O。すごいいいんですよね、このグロリアスのモデル O。サイドの肉抜きもされてないし、センサー類もいいですしね。あとボタンの位置とか、すごくバランスよく設計されてて、個人的にはかなりおすすめになってます。で、このグロリアスモデル O、そっくりな AJ390。握った時の感触は、まあ、ほぼほぼ一緒って感じですね、大きさも。このサイドボタンとか、クリックとかの硬さとかは意外と、これもう本当にね、触れてみないとわからないんですけれどもね、こっちの方がちょっと柔らかい感じで、カチカチっていうか、かなりはっきりしてるタイプですね。で、まあそれに反して、これはグロリアスのモデル D。モデル D は、エルゴノミクスマウスの形ですね。あと結構丸みを帯びてるというか、こんな感じになってますよね。まあ、こんな感じでいろいろ特徴があって、まあそこに、自分の好み。まあ、軽ければ軽いほどいいっていうわけでもないんで、まあ、もちろん重たいよりは軽い方がいいのは間違いないんだけれども、ただ中にはやっぱ軽すぎて使いにくいっていう人も、まあ、中にはいるんで、まあ、普通にマウス買うときも、やっぱり実機を触って、特にこのハニカム構造は穴が開いてるがゆえの、他のマウスとは明らかに違う、握り心地っていうか、そういうのはあるんで、必ず、一気を触れて、買うのがいいですね。特にこの横にが、肉抜きされてるかされてないか、指に直接触れる部分が、穴が開いてるか開いてないか、これはね、絶対に確認した方がいいですね。まず間違いなく、穴が開いてるやつの方が、握った時に違和感があるっていうのはまず間違いないはずなんで、そこは気をつけた方がいいですね。まあ、あとはそうだなぁ。まあ、さっき言ったハードウェアカスタマイズなのか、まあ、大体はね、ソフトウェアカスタマイズなんだけれども、まあ、中にはハードウェアカスタマイズのやつもあるんで、気をつけましょうってことですね。まあ、あとはケーブルに関してですね。ケーブルに関しては、まあ、一応これ全部柔らかいタイプのケーブルなんですけれども、まあ、ちょっとこの AJ390 は結構硬いんですけれどもね。この中で一番柔らかいのはこいつですね。MM710。これはね、かなり柔らかいです。ただ、昨日動画で出したエンドゲームギアの XM1 というやつ、パラコード使ってるやつなんですけれども、あれのに比べると、ちょっと硬いかなって感じしまうぐらい XM1 のケーブルは柔らかかったですね。あれはね、本当に、
すごいです。まあ、とにかく気をつけることは、ハニカム構造ゆえの、まあ、中にホコリが入ってしまうっていうのと、まあ、あとは、サイドが肉抜きされてないか、されてるか。そこは気をつけた方がいいですね。まあ、そんなもんですかね。軽量マウス、特にハニカム構造がゆえに気をつけるところ。そんなもんです。はい、それでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。